こんばんは、渡辺水香です。動画をご覧いただきましてありがとうございます。本日は2019年12月16日です。はい、もう日付的にはですね、あの、カルダのエーダのテストネット版がリリースになる日にちなんですけども、あの、先ほどダイダロスを開けてみましたら、まだその時は何も変化がなかったです。ということで、まあ日本時間ね、早い、あの、進むの早いので、多分まあ明日になるかもしれないし、まだね、あの、うん、もう5分後に出ましたよっていう。 何か、あの、アナウンスがあるかもしれないし、ちょっとそれはわからないんですけれどもで、今朝、あの、こちらの記事を見つけたんですけども、まあ、これは、あの、諸説あるというか、いろんな記事がちょっとずつね、なんか、まあ、大体似たようなことを言いながらも、ちょっとずつ数字が違ってたりとかするんですけれども、あのこちらは、 えっと、まあ、たまたま私こちらの記事見つけたんで、朝ツイートしたんですけども、えっ、ー、と、今、プールの数が、まあ、こちらの記事では120ってなってますけども、今250超えていると思います。あの、ステークプールの数ですね。250超えていると思います。でそんな中で,ですね、この記事では、54億エーダ 54億エダほどがステークされる予定であると。もうすでにステークされているっていう言い方をしていますけれども、ま,あ、まだステーキングが始まってないんでね。一応そういう、あの、まあ、11月29日にスナップショットがありましたけれども、その時点でスナップショットされたエダなのではないかなと思います。で、それが、あの、えっと、供給、 枚数の17%に当たるのが54億エーダーで、それがステーキングされるということなんですが、こちら、あの、エーダーの総発行、えー、マックスですね、エーダのあの最大発行枚数が450億です。で、トータルサプライが約311エーダーなんですけども、このうちの17%である54億エーダーがステーキされる予定であると、そういうことですね。で、 えっと、この参加率ですね。あの、こちらの、あの、こちらの記事で、によれば、あの、この参加率で行くと、年間収益率というのが10%ほどになるそうです。10%ぐらい、モアダンって書いてありますからね、10%以上か、になるということで、ただ、あの、えっ、ー、と、委任手数料だとか、そういったものを引けば、まあ、あの、引いたものがあなたのその報酬になるという、そういうことです。で、そういった 記事ですとかあともう一つちょっと私先ほど記事を見つけまして、えー、ツイートしたんですけども。 こちらのカルダニアンさんという方の、ね、ツイートをちょっと訳したものですね、えー。カルダのシェリーテストネットに向けて準備されているプールの数は250を超えていて、いずれも新しいブロックを生成する権利があります。今現在 POW のビットコインとイーサリアムは10を超えておらず、DPOS の EOS とトロンはそれぞれわずか21と26という、うこの数でもう歴然とわかるわけなんですけども、カルダ、 のがあのテストネットの段階でですね、もう分散化がどれだけ進んでいるかっていうことが、これでね、あのお分かりいただけると思います。もういよいよ来年はビーストですかねっていう感じですね。はい、でそういう中でですね、あの今回特にご紹介したかったのが、えー、と前回の動画でね、このように11月29日のスナップショットからあの、まあ、リリース、テストネット版のリリース前に心得ておいていただきたいことというのをえー 企画的、まあ、私なりにコンパクトにまとめた動画をお出ししましたで。今回もこちらの内容も貼っておきますけれども、あの、まあ、さらにですね、あの、ちょっと、ゆうたさんのプールですね、ステークプールの情報で、またあの新たにお伝えしたいことがございます。でプールの えっと、略称ですね。zzz。で、これで検索すると、あの、この方のプールが出てきて、プール名がカルダの z です。で、他のプールと一味違うアイデアありというのは、ちょっと後でね、ご説明しますけれども、で、あの、委任の手数料が5%というふうに決定しました。私としてはね、なんかこんなに安くていいのかなって思ったんですよね。うん、あの、例えば100円だ。 100エダ報酬が発生したとして、そのうちあの5エダをお支払いするということなんですけども、ただこれ、あの、ただの5%ではなく、こんなにサービスしてくれてちゃっていいのって <laughs> 言いたくなるような内容なので、ちょっとね、ご紹介していきたいと思います。こちらなんですけども、こちらはあの、この方のブログ記事の、例えばですね、ステーキング、このステーキングっていうところ、ステーキングっていうところを押すと、 あの、この情報が出てきます。で、えっ、ー、と、とにかくね、あの、サポート、徹底サポートをするとおっしゃってるんですよね。で、もう言うまでもないんですが、この方は技術の知識がすごいんで、あの、例えば不安定なね、ネット環境でプール、あの、プールとか運営されても不安じゃないですか。でもそういうことはもう、あの、この方に限っておそらく、言うほどのことがない限り、あの、きちんとした、あの、整った、 環境であの、安定した環境でね、運営してくださるというふうに思います。まあそういうようなことがちょっとこちらに書かれていまして。で、あと、まあ、委託手数料が、あの、5、あ、これテストネットの期間が5%ということですね。あとですね、サポートなんですけれども、 あでこちらもね、あの、注意喚起しておきますけれども、エーダを送ってくださいと指示するステークプールは詐欺ですので注意してください。エーダーは送るのではなく、あなたのウォレットに入れておくだけでステーキングできるものなので、あの作業があるとしても、あなたのウォレットのインターフェースの中で全部済むはずだと思いますので、エーダを誰かに送るっていうのは違います。そういうことを言っ くる人は詐欺でですのあとね日本人による日本人のための日本語による徹底サポートここはねなんとも心強いですよねえー、とこれまで100人以上の方を DM などによりサポートしてきましたということで私のリスナーさんもねあの助けていただきまして本当感謝ですでそれとステーキングの操作のみならず税金などに関する疑問点1ミリでも出てきたら気軽にお問い合わせください操作を誤ると枝を失う可能性がありますし税金の手続きを誤る と税務署に指摘される可能性があります。公認会計士試験に合格した実力あるスタッフのサポートも受けられます。もうここですよね。これが素晴らしい。こういうサポートがね。5%で受けられるのっていう感じじゃないですか。で、その他にもですね。えっ、ー、と、ちょっと私がすごいなと思ったのは、えー、まあ、あの初心者の方からね。あの、ちょっとでもそのまあ、さっきの税金だとか、そういったことに対して疑問が湧いた。 人だけでなく、なんとあの、この方のプールに入らなくても、この方がこうサポートしてくださるというんですよね。 えっと、ここに、えー、私は今回のインセンティブテストネット参加者はどこの委託予定であろうと全面応援するつもりなので、ということで、えー、ZZZ 以外のプールへ委託したいんだけど、みたいなのでも全然 OK です。つまり、あの、サポートするっていうわけですね。疑問点とかあれば、助けてほしいことがあれば。で、あの、メールアドレスもこちらに書いてありますし、あとツイッターの DM でもいいし、ということで、Twitter、まあの、ね、アカウント持ってない方はメールアドレスもここに公開されていますので、しかもあの、 あなたのプールに預けるわけじゃないあな。あなたのプールに委任するわけじゃないけれども、相談あるんだけどって、それもね、あの受けてくださるって、もうほとんどボランティアみたいなもんですよね。だから、本当にありがたいなと思いますね。もう、なん、なんて言ったらいいんでしょう。本当にもう感謝のこ言葉ももう、あの、もう出尽くしてもまだ足りないっていう感じの。 うん、状況になっているんですけど、こちらの方もね、書いてありますね。で、このページなんですけども、これは、えっ、ー、と、何をおっしゃってるかと言いますと、えっ、ー、とですね、あ、えっ、ー、と、リアルエーダーを稼げるテストステーキングとか難しくてよくわからないので、今回様子見という人のために、で、まあ、ざっくり言うと、それは非常にもったいないよっていうことを言いたいわけなんですね。でそのページとですね、あともう一つは、ステーキング委任するときに、注意が必要なプールのいつ、えー、 9つですね。9つの特徴を書きました。それがこちらの,あのページ、2ページになってくるわけですね。えー、リアルエーダを 稼げるテストステーキングとか難しくてよくわからないので様子見しますっていう、まあ、あの、初心者さんとかね、よくわからないっていう方のためのページを作ってくださっています。で、あの、こちらも URL を貼っておきます。で、参加はカップラーメンを作るより簡単ですよと言っているんですよね。で、これ全部読んでたらちょっともう時間がね、どんどん経ってしまうんで、あの、各自ね、読んでいただきたいんですがあの、カップラーメン作るより簡単だっていう話なんで、あの、読んできっとね、スキリされると思うんですよね。 でどっか読むところはないかな、なんか。そうです。まず、まずまあ、あのテストネット版が出てきたら、まあ、詐欺ウォレットはもう絶対ダメっていうことで、えっ、ー、と、あの先ほどのねあ、昨日も言ったんですけども、こちらの2つの URL じゃなくて、これだ、えっ、ー、と、下記2つのサイトのウォレット以外は詐欺と心得ましょう。 これもね、URL 貼っておきますね。あの、インセンティブ付きテストネット専用サイトと、あと、鎧のウォレットのサイトです。この二つのサイト以外からアクセスするっていうのは、まず危険と心得ておきましょうということですね。で、そうでなければ、あとご自身の,の、ダイダロスのテストネット版を やりたい方はダイダロス、ご自身のダイダロスからダウンロードしていただいてもいいですよね。ということです。で、まずダウンロードしていただいて、インストールして、正しくリカバリーフレーズを入れてテスト用エーダーを入手します。で、これはあの、えっ、ー、と、例えば1万エーダーも11月29日の時点で1万エーダーを え、ダイダロスか鎧に入れておいたとします。で、それはちゃんとスナップショットされてますので、その分の、えっ、ー、と、1万エーダがスナップショットされたとしたら、その1万エーダがテストネット用のエーダということになりますね。で、えー、入れてあで、正しくリカバーリーフレーズを入れてテスト用エーダを入手しますっていうことです。で、えー、それから、あの、委託画面、ダイダロス鎧から委託画面を開いて良さそうな色をしたプール、もしくはあなたの目当てのプールティッカーを検索して、 ダイダロス鎧状で委任ボタンを押します。これでなんかね、時間、所要時間まで書いてくれてるんですけど、それこそあのカップラーメンじゃないですけど、それぞれステップ1、ステップ2、ステップ3で 1, 1分ずつだから3分でできますよということですね。あのカップラーメン並みの、あの、かあのカップラーメン並みに簡単にできますという、そういうことを言ってますね。で、まあその他のね、注意事項とかやるべきこととかいろいろこう書いてありますので、 あの、読んでください。そんなに長くないですね。ということで。それとあと、えー、プールを選ぶときの注意点。9つの注意点ということで、これもね、あの、よく読んでおいてください。あの、不安であればあるほどね、こういったものをよく読んで、 置けばね、知識がつけばあの不安も和らぎますし、ちょっとね、今日も私、あのツイートで、あの結局なんか仮想通貨っていうのはリスクばっかりでね、何やってもなんかもうそんなにリスクが高いんだったらもう何もやんなくていいっていう話になっちゃいますよね、みたいなあのツイートを見たんですよね。でも、あのそれはね、やっぱり知識、 あの、今みたいにね、どことどことどこどこ以外のサイトは、ま、まず詐欺と心得よみたいなね、そういう気をつけるべき、べきことを、あの、知識を身につけていれば、そんなにね、やること自体は難しくないと思うんですよね。だから今回ね、あの、本当にステーキングに、あの、まあ、11月29日の時点で、ダイダロスか、鎧に、 映画があった方はスナップショットされているはずですので、あとあの、サポートもね、ゆうたさんがもう手厚くサポートしてくださるんで、やらないとこれね、損じゃないかなと思うんですね。で、なんで損なのかっていうこともちゃんと、あ、ちゃんとね、この下に書いてあるんですよ。あの、後で知れば知るほどなんであの時やらなかったんだろうって、ね、悔しい思いをする。 し,まあ、しますよという、うか、するかもしれませんよ的な。あの、なんで、じゃあ悔しい思いをするのかっていうことがね、ここに書いてあって、まあ、ざっくりと言いますと、これもあのエ、エイダエダの報酬っていうのは、その、エイダの量が決まってる、1エポックあたり380万円だって言ってたから、なんかあの、エイダの供給量っていうのが、テストネット上のですね、あの、報酬の、ま、供給されるその量っていうのが決まってまして、それを単純に頭割りした、 場合、人数がが少ないい方がたくさんもらえるっていう理屈ですよね。例えば、100万円を、まあ、この記事にも書いてあると思うんですけど100、100万円を2人で分けるのと100人で分けるのと、どっちがたくさんもらえるかって言ったら2人で分けた方が。 50万ずつもらえますよね。でも、100万円を100人で分けたら1万円ずつしかもらえないですよね。そういうことなんですよ。なので、あの、早めに参加しておけば、早めに参加すればするほど、まだこ人数がね、参加人数が少ない段階から始められるので、 あの、得なんですよ、ということですね、まあ。かといってね、あの、変な詐欺ウォレットとかね、なんか変、あの、変に慌てて、誰かの言うことに引っかかって枝を送ってしまったとか、おかしなウォレットをダウンロードしてしまったとか、それだともう元も子もありませんので、まあ、あの、焦りすぎず、ちょっとだけ急いでっていう感じでね、あの、やっていただけたらいいんじゃないのかなと思います。まあ、あの、 うん、あの、焦りすぎることはないです。焦っていいことはないので、まあ、落ち着きつつちょっと急いでっていう感じでね、あの、ステーキング、あの、されてみたらいかがかなと。で、あの、不安な時はね、ゆうたさんがいてくださいますので、あの、 まあ、いろいろとね、あの、お聞きになっていいかと思いますし、あの、ご本人も、あの苦にならないというふうにはおっしゃっていましたので、まあ、あんまりね、殺到したらあの、ちょっとバタバタされちゃうかもしれないんですけども、でも、あの、このようにサポート役を買って出てくださっていますので、あの、ぜひ、あの、不安な方はね、訪ねてみたらよろしいかなというふうに思います。で、あの、私の方も一応、この動画に関して、あの、まあ、一応、 コメント欄は開けておきますけれども、ちょっとね、まあ、もう私なんかの日じゃないくらい、もうこの、あの、ゆ、ゆうたさんの方がもうものすごい知識持ってらっしゃるんで、もう直接聞いちゃった方が早いかなってもうくらいなんですね。私が答えられることっていうのは本当にね、限られていますので、あの、ゆうたさんに直接聞いた方が早いかなって、まあ、ぶっちゃけそうは思うんですけれども、まあ一応あの、えっ、ー、と、 コメント欄は開いておきますので、あの、まあ、できればですね、コメントの方はこの、あの、動画の内容と関係のあることに、あの、絞ってお願いいたします。ということで、あ、ということはなかったですかね。こんな感じですね。はい。あの、まあ、もうすぐね、だえー、 テストネット版がリリースされると思いますので、それまでワクワクしつつも、この、こういったね、あの、有益な情報をね、それぞれ読んでいっていただきたいなというふうに思います。それでは最後までご視聴くださいましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。